県省、ポロツク県は、帝政ロシアの県の一つである。1776年に設置され、1796年に廃止された。行政中心地は、ポロックに置かれていた。その領域はゲンベラルーシラトビアロシアにまたがる。ポロック県は1776年9月4日に、プスコフ県を分割して形成された。行政中心地は、ポロックに置かれ、ポロック。 ビテプスク、ドビナの3つの地区を管轄した。プロビンツィア製は後に廃止され、また、人口、面積の均質化を図るために、1777年3月22日に11の軍に再編された。なお、一時採用されたナメストニチェストボ制により、1778年1月10日に、ポロツクグベールニアからポロツクナメストニチェストボへと、 行政区分名が改正された。このナメストニチェストボ制も短期で廃止されるが、この改変の後、モギリオフナメストニチェストボと合併して、ベロルシア県となる形で、ポローツク県は廃止された。1796年、の人口はおよそ31万8000人だった。なお、ベルロシア県は後に再分割され、モギリョフ県は再予けされるが、ポロツク県は、 ビテプスク県と解消された。ポロック県の軍左端の赤より時計回りに、赤、ドビンスク軍、緑、レジツア群、木、リチン軍ハ灰、セーベジ軍ウ薄ギ、ネベリ軍、青、レペリ軍、緑、ベリジ軍、黄、スラジ軍ハ灰、ビテプスク軍、赤、ポロツク軍、青、ドリッサ軍廃止直前のポロック県に属していた軍は、以下の12軍である。 一、千九百七十九、一、ぜい、ありがとうございます。